はい、ロジック10.3がリリースされまして、今回ですね、新たに追加された機能、おすすめのものをですね、ピックアップしてご紹介していきたいと思います。まずですね、こちらインターフェース、これら画面をですね、ご覧いただくとわかるように、全体的なコンセプトが変わっていまして、非常に明るい印象になりましたね。数字やですね、アイコン、このあたりもですね、非常に見やすくなっている印象を受けます。この見た目という意味で、上メニュー、環境設定、この中の表示ですね、 ここにアクセスしますと、例えば再生ヘッドのですね、この太さだったりとか、カラーですね。例えばこの編集ウィンドウのですね、後ろの色ですね、背景を明るくしたりとか、このようなこともできますので、ぜひですね、使いやすいようにカスタマイズしていただけたらと思います。で、おすすめとしてはこちらエディターですね。エディターを明るい背景にしておくとかなり見やすくなるかなという感じです。で、次にロジックはリージョンだったりとか、トラックにカラーを指定することができますけども、このカラーの種類ですね、 デフォルトですとオプション C というショートカットを割り当てられていまして、こんな感じでですね、カラーの種類が増えていますので、このあたりもですね、選択肢が広がって、非常に嬉しい改善点かと思います。そして見た目のつながりとしまして、ここのアイコン、ズームでこちら横バリズの調整ボタンがつきました。これをですね、点灯させますと、こう楽曲の範囲をですね、しっかりとこの中に収めてくれるという感じです。例えば曲がですね、もっと長かったとした場合は、ここを押しますと、 全体がしっかり収まるように調整されます。で、この左は新機能じゃないですけども、ここを押しますと、縦ですね、しっかり全て収まるようになるという感じで、このあたりもですね、覚えておくと非常に便利に使えるかと思います。で、この操作ですね、頻繁に使用されるという方は、ショートカットを割り当てておくと便利です。上メニュー、ロジックプロ10のキーコマンド、そしてこの編集というものにアクセスします。ショートカットがこう並んでいますので、この様々なウィンドウの中ですね、この中に、ここです。横方向に自動的に拡大縮小というものがあります。 こちら垂直なので縦になります。ここにですね、キーのラベルで登録とやりまして、好きなショートカット、このように割り当てます。そうしますと、次回からですね、こちらで、こんな感じで、簡単にショートカットを切り替えることができるというものです。そしてこの画面ご覧いただきますと、ここにタッチバーだったりとか、カラーとか、こういったものが追加されています。これはですね、新型の MacBook Pro にですね、タッチバーが搭載されて、そこからでもですね、ショートカットを行えるようになっていると。 いうことですので、このあたりはですね、今後詳しく記事の方で解説を進めていきます。そして次にですね、オーディオの方入っていきましょう。このオーディオリージョンにですね、このようにフェードをかけるという機能がついていますけども、このフェードをですね、複数のリージョン同時にできるようになっています。まずこちらフェードツールに変えまして、フェードイン、フェードアウトさせたいですね、リージョンを選択します。あとはどれか一つですね、リージョンを変更しますと、こんな感じ、一斉にですね、フェードがかけます。同じ要領でですね、フェードアウトもできまして、右クリックで速度ダウン。 以前に解説しましたピッチが落ちていくような効果を出すこともできます。頭で右クリックをしますと速度アップですね。ピッチが上がってくる効果を出すことができる。このあたりも同時にですね、変更を行うことができます。また上メニュー環境設定のこの中の編集ですね、フェードツールクリックゾーンというものがありますので、ここに対してチェックを入れてください。 そうしますと、特にフェードツールに切り替えることなくですね、この左上ですね、端をドラッグすることで簡単にフェードを書くことができます。これも選択しているリージョンすべてに適用されるというのが今回の新機能となっていますね。そしてですね、こちらも非常に嬉しい機能になるんですけども、トラック一つに対してですね、リージョンの配置を複数行えるようになりました。まずこの機能を有効にしましょう。トラックの部分どこでも大丈夫ですので右クリックをしてください。この中にですね、トラックヘッダーを設定というものがあります。これを選択します。 この中に大体トラックというものがあります。これを選択します。これで設定が完了で、トラックネームのですね、右にこんな感じのアイコンが出てきます。これをクリックしますと、このようなですね、項目出てきます。新規を押しますと、はい、こんな感じ。一度消えたように見えるんですけども、違ったレーンを表示しています。今、ボーカルトラックですけども、これで例えば2テーク目を取ったとしますよね。2テーク目が入りました。で、先ほどのリージョンと聞き比べるということができます。これはですね、クリックして A。これが先ほどのリージョン。で、B。 のような感じでですね、複数のリージョンを用意しておいて切り替えることができますよというのが、こちら代替トラックの機能となります。当然、今前面に出ている方が優先して再生されますので、こちら隠れている B に関しては再生のですね、対象から外れます。例えばこれ打ち込みのですね、パターンなんかを試すのにも使えます。例えば今このベースをですね、ちょっと変えたいななんて言った時は、新規を作るよりもですね、一回複製してしまうということができます。これ複製しますと、先ほどのように B ですね。 これいくつでも作れますので C、D と、こんな感じでですね、どんどん記録していくことも可能です。で、ここでですね、A を残しつつ、例えば B のフレーズをですね、こんな感じで変えると。で、こう再生してどっちがいいかなと聞き比べるということがですね、可能になります。で、またこういう場合もありますね。フレーズが確定したら前のものはいらないと言ったときはですね、この中の非アクティブを削除というものをやりますと、今選ばれている以外のですね、リージョンが削除されるという感じになります。 このような形でですね、A 以外が消えるという感じになります。これをですね、有効に使うとかなり作業効率化できるんじゃないかなと思いました。またこの代替トラックは複数のですね、トラックをこう選択して、一斉にですね、切り替えることができます。例えばここでですね、新規とやりますと、すべての状態が一気に新しくなりますので、ここでですね、新しくアレンジを構築して、さっきのと聞き比べるなんていう構成を組み替えるときにも使えるかと思いますね。次にですね、指定したリージョンに対して、 エフェクトを組み込むというですね、新機能をご紹介したいと思います。どのオーディオリージョンでも構いません。ダブルクリックしていただきます。トラックの方を選択します。で、この中、機能というものがありますので、こちらを選択してください。この中にですね、選択ベース処理中というものがありますので、これを選択してください。このようなものが出てきます。ここにですね、プラグインを立ち上げて、そのプラグインの結果をここの波形に組み込むよというものが、この機能ですね。 こちら A と B がありまして聞き比べることもできます。まず一つ目はじゃあディレイをかけようということで、ステレオディレイだったりとか、ちょっと EQ でですね、こう持ち上げようとか、このようなですね、プラグインの処理を行うことができます。ちょっとフェーザーなんかもかけておきましょう。この状態です。このようにエフェクトを適用しましたら、この結果をですね、プレビューすることもできます。それがですね、この下の視聴というやつですね、クリックしますと、 こんな感じ。今ですね、このように適用したエフェクトの結果を聞くことができます。これでですね、OK でしたら適用を押すという流れですね。例えばですね、B でもうちょっと違うパターンを聞いてみたいなと思った時は、同じような要領でエフェクトを選んでいけばいいんですけども、こちらプラグインの複製が行えます。オプションをしながらですね、このプラグインをドラッグしますと、こんな感じで簡単に複製を取ることができますので、例えば2パターン目はですね、思いっきり設定を変えるとか、こちらを抜かしてみるとか、違うエフェクトをかけるなんてこともできます。で、その後視聴して、 どっちがいいかなというのを聞き比べていくと。そして気に入ったら適用をします。そうしますと今選択しているリージョンですね。に対してこのエフェクト結果が組み込まれた波形がここに表示されるという形となりますね。こう作業を進めていくと中にはもうエフェクトをですね、この波形に組み込んで何か細かい処理を行いたいということもたくさんありますので、この機能はですね、非常に便利なんじゃないかなと思います。これはですね Audio、ミリオディオリージョン全般の機能なんですけども非常に嬉しい機能あります。 例えばですね、アレンジだったりとか作曲の中で、この波形のこの部分だけを使うと言って、こういう風にトリムしていると言った場合あると思います。このようにですね、元々の2乗の長さがですね、影で表示されます。よってですね、以前のようにどこまであるんだろうって、こう探りながらやる必要が一切なくなってですね、かなり素早く安心して編集できるようになったんじゃないかなという風に思います。はい、ということで次からちょっとミックス系の新機能行こうと思ったんですけども、時間の方ですね、長くなってしまいそうですので、2つに分けたいと思います。 といった形で今回ロジック10.3の新機能解説第1弾ですね。これで終わらせていただきたいと思います。次回もお楽しみにしていてください。ご視聴いただきありがとうございました。